皆さん、こんにちは。フォーシームの藤丸です。今回は皆さんにお伝えしたいことがありまして、この動画を撮らさせていただいております。えー、動画のタイトルにもありますように、親、えー、知らずが、えー、脱退することとなりました。親知らずは、まあ、今まで結構裏方で、まあ、やってきてくれてたんですけども、 まあこの脱退の経緯としましては、まあ、1週間ほど前にあの親、ー、知らずの方からまあ自分も表に、あのー、立ちたいというふうん、なんか、えー、申し出がありまして親知らず自身まあ大体2か月から3か月ぐらい前からまあなんか表舞台に立ちたいみたいなことはまあなんか少しぐらい言葉に出してたりはしたんですけども 正式に、あの、申し出という形で、えー、まあ、伝えてきたのは、その一週間前が初めてでございまして、まあ、その時は、まあ、僕としても、あの、親知らずが今まで裏で、あのー、ずっと我慢してきたのも知っていましたし、まあ、表舞台に出たいという親知らずの気持ちを尊重したいなっていうふうに思っていて、まあ、その時は良好な関係で話し合いを進めていたんですけども、 あの、具体的に少し親知らずが表に出た時にこういうことをしたいっていう風なことを話していた時に、うん、まあだから少し、えー、例を出すとすれば、こう、私の場合は、ここの歯の部分がこうなってるんですけど、親知らずの方は少しなんか違う方向を向いていて、えー、あれ、なんかお前、ちょっと違う方向俺らとはちょっと違う方向に行きたいのかっていう感じの、 話になりまして、あの、話し合った結果、親知らずとしては、えー、もう今までの歯の並びとは違う方向に生えたいと言い始めて、あの、そこは、やっぱり僕としては、あの、同じ方向を向いて表舞台に出てくれると信じていたので、話し合いを重ねたんですけども、話し合いを重ねているうちに、まあ、だんだんと、えー、圧力と言いますか、が生まれまして、最終的に、 あの、親知らずの方が、あのー、他のメンバーを傷つけるような、えー、行為を働いてしまって、え、それはやっぱり見過ごすことはできないなって思って、あの、まあ、あの、大人の人たち、まあ、だから、歯医者ですね、歯医者の方に少し相談に行ったところ、あの、もう、親知らず、彼はもう違う方向を向いているよと、レントゲンを取って分かったけども、 あのー、君の、まあ、親知らずは、あの、このままだと、頬の粘膜をもう傷つけているし、このまま放置しても傷つけるだけだよと。他のメンバーにも迷惑がかかるかもしれないということで、まあ、その大人と相談をした結果、えー、親知らずを、まあ、脱退させることになりました。 脱退するというのは少し親知らずにとってはフェアな表現ではないかもしれないのでもう一度言い直すんですけどもまあこれ脱退させるという方向で我々が決断したということですええー、まあなんでこんなギリギリになったところで発表しなければならなかったかっていうとあのまあある程度親知らずが まあもう脱退するだろうっていうのは決まってはいたんですけども正式に脱退することが決まるまではまあこういう動画の形では報告しないようにしようと思っていたのでまあこういう動画っていうのがまあ脱退する直前の動画になってしまったっていうことではあるんですけどもであと一部の 報道であの脱退の理由というかそこにあの虫歯があるんじゃないかっていう,うにあに報道があったんですけども、えー、虫歯に関してはあの我々親知らずの方も私たち元の方メンバーの方も、えー、一度も、えー、経験したことがないことでございますので事実無根の、えー、報道でございます、えー、ただ、えー、このような報道によって、まあ、皆さんに 不安を与えてしまったこと、そして、あの、もしかしたら虫歯なんじゃないかという、ま、疑念を抱かせてしまったことも、ひ一えに、私の報告が遅れた、せいでございます。今回は、このような遅れた、お知らせと、そして、ま、良くはない、お知らせを、皆さんにすることになってしまい、大変申し訳ございませんでした。 これからも、フォーシーム一同、新しい形でということにはなりますが、精一杯活動はしていきますので、何卒と応援はよろしくお願いいたします。そして、重ねてのお詫びですが、遅れたご報告になったこと、お詫びを申し上げます。